はいどうもこんにちは、フィギュア大好きといっかんです。今回は先日開催されましたワンフェスのスピリテールさんのブースを紹介していきたいと思います。いやね、もう本当にリズキュンがやばかったで、なんか当日ネットの方で蔵出し販売とかされていたようですね。僕も会場で気づいたんですけど、で視聴者さんからも白水着ライザーゲットできましたってコメントをいただきました。ただね、10分くらいで売り切れになっちゃったそうです。ですが朗報です。こちらのトガちゃんことトガヒミクのフィギュアに関しましては再販ではないんですけど、空張りで出るようです。買いそびれた方おめでとうございます。でね、僕これ最初見た時に再販だと思ったんですよ。だって見た目最初に出たトガちゃんと全然変わらないじゃないですか。以前に僕もレビューしたトガちゃんと全く一緒だと思ったんですが、よーく見るとですね、台座の色とかが違うんですよ。いや、これわかんねえって。一応ね、セピアカラーバージョンってなってまして、だからさらにね、よーく見るとですね、トカちゃんのセーターとかスカーフとか、あと髪の毛とかも若干違うみたいなんですよね。確かにね、セピアっぽい。でも比べないとわかんないっていうか、全然普通のトカちゃんなので、買いそびれた人はこの機会にね、ぜひゲットしてみてください。で、すでにこちら予約受付中となってまして、受注期限が9月の19日までだそうです。お値段は税込みの 27,500 円。ちょっとお高いので悩んでいる方は、僕の開封レビュー動画も参考にしてみてください。これ、悩んだらね、もう絶対買いですよ。はい。間違いないです。で、なんとこちらも空張りです。青春豚野郎の桜島麻衣先輩のチャイナドレスバージョン。これが前回は青いチャイナドレスだったのが、今回は白いチャイナドレスになっています。これはまあわかりますよね。色の違いがはっきりと違うのがわかります。わかりますが、これもでもね、違和感はないんですよ。どっちも美しい麻衣先輩で、ただ、青いチャイナドレスの方はもう買えないのでね、買いそびれた人はこの白いチャイナドレスの方に限定されるんですけど、でもなんだろう、白い方が良くねって思わなくもないかな。まあ、どっちもね、いい感じなんですけど、ただね、誰かも言ってましたけど、後から出た方が欲しくなるっていうのは、まあ、あるかもですね。で、これも現在予約受付中で価格は税込みの 31,900 円。これは開封レビューではなくてデコマスレビューの動画、青いチャイナドレスのやつ、そちらを参考にしてみてください。トガちゃんのと合わせて動画のリンクは下に貼っておきますね。あと予約先のリンクもね。で、これも9月19日までの受注期間となってますので、買い逃しにはご注意ください。で、お待たせしました。リズキュンです。キセコイの北川マリンのリズバージョン。マリンタンがリズのコスプレをしたやつですね。おお、見事に、本当にね、最高な形でフィギュア化されております。で、ご覧の通りで、まだね、色はついてないんですよ。こういうのをね、原型って言うんですけれども、原型展示。でもね、これが逆に、まだ色がついてないからこその、なんていうの、肉付き感がよくわかるんですよ。色がついてない方が。そうなの、そうなんですよ。これね、よりね、陰影がはっきりするんですよね。だからプラモデルでいうところのサフみたいなものですよね。だからこの画像でもお腹周りとかおへそ周りの肉付き感、腹筋とかそこら辺のね、がなんか生々しく見えるんですよ。で、さらにこれ、本当は水着なんだっけ？これは五条くんが、本当のリズはね、二等身くらいの漫画のキャラなんだけど、それを、北川マリンに着せる上で、想像の上で作った服なんだっけ？なんですが、色がついてないからこれ、下着にしか見えないんですよね。もうこれ最高。僕ね、これを見て思ったんですけど、このパターンでも売ってくれと。もうね、このままでいいから売ってくれと。もちろんね、色がついたのも買いますよ。当たり前ですけど、買いますよ。でもね、これも欲しいと。わかりますかね、この気持ち。それぐらいね、めっちゃ良かった。うん、まだ色がついてないのに。で、この顔もやばいでしょう。このエルフ耳と、ちゃんと五条くんお手製の牙もついてるし、もう僕もね、夢中になって写真撮りましたから。で、今回のイベントではね、もうイベント全体を通してこれが最高でした。自分の中ではね。まあ、もちろんね、北川マリンが好きっていうのもありますけれど、それを超越するような造形の素晴らしさがありましたね。いや、原型の段階でここまで語るのも本当に久々かも。もうそれぐらいね、もう待ち遠しいです。たまりませんね、これは。
で、そんなのを見せられた後にまだあるんですよ。それがポップでの展示でしたが、北川マリンの水着バージョン。あの水着バージョンといえばね、グスマさんでもあのヒョウ柄のビキニのやつが予約受付してますが、あとアニプレさんのもありましたよね。ただね、このスピリテールさんのめっちゃ気になります。めっちゃ気になります。だってあのリズを見せられたらね、もうそりゃね、あんた気にならないわけがないと。いやもうスピリテールさんも本当にヤバヤバですよね。こうご期待でございます。で、そこまで熱く語られた後でも可愛さでは負けないフィギュアは誰ですか？そう、私ですの魔女のたびたびのイレーナも原型での展示がありました。で、これがイレーナ休息バージョン。まああの女の子らしい足を崩してね、座っているフィギュアになっていると。で、なぜか口元に手を添えて、ちょっとね、大人っぽい表情を見せていると、いや、これは何でしょう。これはまだ色がついてないから分かりづらいパターンですが、ちょっとセクシーなイレイナでしょうか。イレイナでしょうね。うん。もうなんかそっちの方にしか目がいかないというね。だからこれはさっきのリズとは違って、衣装の色とかも大切になってくるから、これは色付きが待たれますよね。いやでもこれも上から見た時のこの足のセクシーさね、やっぱこれはね、大人っぽそうですよ。うん、これは早く色付きが見たいです。で、変わりまして、これがお隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件の椎名真昼セーラーワンピースバージョン。セーラーワンピース？セーラーワンピースって何？セーラーがついているワンピースってことですかね。まあそうなんでしょうね。これも色がついたらガラッと変わりそうな感じはしますけど、でもね、この原型でも髪の毛の造形、この太く編み込んでる三つ編みの造形ね、これはね、これもこの原型の方がわかりやすいかもね。色がついてるより作りというか形というか色を塗らない方がシャープに見えるから分かりやすいんですよね。まあ、だからといって色を塗らない方がいいってことではなくて、この段階でも素晴らしさが分かるってことですね。僕もね、この作品はそんなに見てないんですけど、でもこのフィギュアは欲しいな。これは欲しくなりますね。このなんていうの、清純さがやばいやばやば。まあ、だからこそのセーラー付きのワンピースなんでしょうね。うん、なるほどと、これは納得ですよ。これも早く色付きが見たいです。で、色のついたのもありました。ただしでかいです。尋常じゃないくらいにでかかったです。これがブラックロックシューターのエンブレスディザービジュアルバージョン。いや、これあのグスマさんとかのもそうなんですけど、ブラックロックシューターのフィギュアって豪快なのが多いですよね。特に最近のは、あのイラストレーターのフケさんの体のラインの細さのかっこよさのいい感じのフィギュアが昔はね多かった気がするんですけど、最近のはそれだけでは飽き足らず、本当にね豪快なのが多いですよね。まあかっこいいですけど。これがエンブレスってバイクなの？僕もね、少しアニメは見てましたけど、なんだっけ、あのバットマンのバットモービルだっけ、あんな感じですよね。で、あれをね、さらに進化させたような、そんな感じの喋るバイクね。うん、確か喋りましたよね。いや、でもこれびっくりするような価格になるんでしょうね。いやー、怖い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 。でもね、楽しみ。かっこいいはかっこいいですからね。気になるのは値段です。で、これもね、色がついたデコマスの展示だったんですけど、残念ながら撮影は禁止でした。初音ミクのスターバージョン。これはね、みんなに見せたかった。うん、すごく良かった。それだけに残念。ただし、こっちはまだ原型でしたが、撮影できました。初音ミクのお絵描きバージョン。斉藤直樹さんのイラストを元にしたフィギュアですね。めっちゃ可愛いやつ。なんだろう、でっかいペンシルを持って、ミクさん自身が絵師さん、イラストレーターになっちゃってるっていう感じのやつ。これ面白いですよね。この逆の発想みたいなやつ、これいいですよね。ただね、これはやはり色付きが見たいです。色がついたらこれもね、ガラッと変わるでしょうね。なんかすごい華やかになりそう、カラフルっていうか。で、どんな感じに仕上げるのか、色の塗り方も含めてね、そこがめっちゃ気になります。これは本当にね、色がついたのが楽しみで、変わってこれもまだ色がついてないんですけど、ブルアカの白見伊織。これいつもね、僕漢字読めないんですけど、だからその都度調べてるんですけど、元ネタは何かあるんでしょうかね。なんかの名前なんでしょうか。で、スピリテールさんのブルアカはこっち系のやつが多めというか、ロリっぽい方ね。だから前回のミカモネルに続いての2体目になるんですね。皆さんは予約しましたか？ミカモネル。あれも僕ね、めっちゃ楽しみで仕方ないんですけど、これも良さそうですよね。これはあれですよね。あざといエロさではなくて、ミカモネルみたいな。でも、この白見伊織は、正統派の美少女？
頑張ってる感が出ているロリコっていうか、まあ、それとも真面目な院長タイプって感じ、どうなんでしょう、硬派な感じも見えるかな。僕ゲームやってないんでわからないんですけど、なんとなくこの中二病感を感じるのは僕だけでしょうか。あのこのスバの恵みみたいな、そんな感じをしますよね。うん、まあ僕の勝手な妄想ですけれども、でもこれもね、早く色付きが見たいですね。はい、スピリテールさんのブルアカはもっともっと出してほしいな、楽しみです。で、展示されていたフィギュアは以上となるんですけど、今後のラインナップもやばかったです。ポップで展示されていたんですが、まずね、お尻ゲームとの噂は聞いているんですけど、ニケのソーダとバイパーが出るようです。あのお尻ゲーと聞いていたんですがいやこれはね、どう見てもおっぱいゲーですよねいやこれはたっぷんたっぷんすぎるでしょうでもね、スピリテールさんでこういった巨乳のフィギュアって初めてじゃないね。えあんまり記憶にないんですけど、いやでもこれも楽しみですね、いろいろといろいろと。でこちらもやりました、推しの子の重曹を舐める天才子役の有馬かなです。ピーコ待ちバージョン、いや嬉しいですね。有馬かな、星の愛はいろいろと出てそうなんですけど、人気的にやっぱね、アニメを見ていると有馬かなを好きな方の方が多いのではないでしょうか。僕はね、アニメの中の人も好きで、はい、なのでちょっとね、これは楽しみです。そしてなんとブリジェットがまた新たに出るようです。前回出したのが一番新しいゲームのブリジェットなのかな。で今回のブリジェットは昔のゲームのブリジェットらしいので、昔のゲームをやってた方にとってはこっちのブリジェットの方が好きって方も多いのではないでしょうか。いやこれはね、粋なことをしますよね、スピリテールさんも。これは新旧のブリジェットで並べてみたいですね。はい、ということでスピリテールさんのブースは以上となります。あの決してね、数は多くはなかったんですけど、密度が濃い、あの一体一体のキャラの選別がいいですよね、スピリテールさんは。まあ僕の好きなキャラが多いっていうのもあるんですけど、あとあれ、今回はね展示がなかったですけど、ライザーのやつもありますからね、あれも楽しみです。すいません、ワンフェス動画はまだまだ続きます。嬉しいことに視聴者さんからもこのくらいの長さで10本くらい出してほしいとまあそんなね希望もいただきましたので、ただね、まあ10本はねさすがにないとは思いますが、今週いっぱいくらいはねやれるんじゃないかなと思ってます。ではでは。